はい、こんにちは。はい、こんにちは。今日はですね、まあちょっと涼しくなってきたっていうのもあって、ちょっと本格的に秋冬に入っていく前に、この夏買った、また紹介できてなかった服が、こう家中こうやって探したら出てきたんで、こうやって探してたんですよ。これ紹介した、別にこんな風に探してないんですけど、出てきたんで、まだ紹介できてなかった服を紹介します。お願いします。にしてもやっぱこの夏暑かったっすよね、この暑かった夏を一緒に過ごしてきた洋服なんで、まあちょっと迷ったんですけどね、もうちょっと涼しくなってきたし、ちょっとシーズンじゃないかなと思って、あれなんですけど、まあ一緒に夏を過ごしてきた大事な仲間ということで、紹介していきたいと思います。一着目。こちらですね。こちらの、この胸ポケットにボタンがついた仕様の、はい、T シャツですね。古着なんですけど、古着のウィルソンのダブルやね。ウィルソンって多分、テニスのブランドかな。テニスのブランドやと思うんですけど、いつも結構何喋るか考えて動画撮るんですけど、でも、今日はちょっと何も考えずに、とりあえず服引っ張り出してきて紹介するんで、ちょっといつもよりちょっと曖昧な紹介になるかと思うんですけども、まあ楽しんでください。はい。まあ、何が良かったかって言うと、まず色ですよね。素晴らしい、このブルー、夏っぽい、海とかそういうね、連想させるような、はい、色で、でもまあこちらやっぱ着てたらね、こう脇の部分が海みたいになってくるよっていう意見もあるかと思うんですけど、それはもう僕しか分かんない僕の意見なんですけどね、まあ実際そうですね、こう結構オーバーサイズで、この脇と、この、ここの部分がこう、大きく開くタイプなんで、あんまこう、脇と接触しない感じだったんで、ちょっと脇汗心配してたんですけど、買うとき。今、意外と大丈夫でしたね。説明してんねんって。説明してるんですか、あなたはって。思うんですけど、まぁちょっと今日はもう、こういうスタイルで。こういうスタイルだから、こういうスタイルだから、これでやっていくね。うん。ラフな格好をしたい時とかに、もうちょうどいいっすね。もうわーって。もう、わーってなるし。はい。でも実はこれこれ10番なんですよね。あざす。10番なんですよね。あざす。で、まぁ僕サッカー好きなんで、これ別にサッカー関係ないと思うんですけど、サッカー好きで、まあエース番号ということで、まあ僕エースなんで、はい、まあ YouTube 界のエース。いや、誰が5番顔やね、誰が5番顔やね、おいお前10番顔ちゃうよ、ちゃうんだよ、誰が5番顔やね、5番の人ばかりにしてるわけじゃないですからね、はい、5番っぽいから自分で思ってこう言ってます。次は2着目はこちらですね。次は T シャツなんですけど、久々に名前出すんですけど、一回動画に出てくれた、こう、リクっていう古着屋で働いてる友達がいるんですけど、まあその子が働いてるお店に行って、なんかそのお店に行きたいっていう友達がいたんで、あ、分かった、じゃあ一緒に行こうって言って行ったんですよ。で、僕やっぱこう、なんていうんですか、お金あるとき別にないんで、基本的にこう、見りますよ。服見るんですけど、まあ今日は。今日はもう、やめとこう、総一。自分で言うんですよ。自分に言ってる。うん。今日はやめとこう、総一。つって。やめとこう、つって。紛らわすためにもうこう、一緒に来た友達の洋服を探すんですよ。こう。あ、ね、これいいやん。これいいやん、って言って。紹介するんですよ。すごい似合うと思う、ちょっとやるんですけど、
まあ買いましたよね。はい。なんか僕いつもこの今日の中もね、そうなんですけど、こう、なんていうんですか、こうボロボロの T シャツを着ているんですね。でもこれはその、僕がかっこいいと思って着てるんですけど、限度があるだろうと。たびたび言われてきたわけです。限度があるだろう、そういちくんと。ブレてない T シャツも持ってた方がいいよっていうことで、こちら絶対似合うと思うからって言って紹介してもらって、でも来たんですよね。やっぱ破れてないのいいっすよね、服って。うん。破れてない方がいいかもしれへんなっていう。改めて思いましたね。破れてる服もまあいいなと思ってたんですけど、やっぱ服は破れてない方がいいかもしれないです。やっぱ服は破れてない方がいいですね。はい。まあ、これちょっとまあ、こう、穴開いてたりするんですけど、まあこういうのとかも大好物。これも割とオーバーサイズで、夏ね、暑いから、苦しい格好したくないじゃないですか。その時にやっぱよく着てましたね。これめちゃくちゃ着たな。3着目はこちらの、スラックスですね。ポロのスラックスに、あ、こちらのスラックスもですね、あのさっき言ってたリクのお店でさっきの T シャツと同じ日に買いました。絶対買わんって思ってるわけじゃないですけど、まあ今日はちょっとやめとこうかなっていう気持ちで行って2着買ってるんですね、僕。普通にやばいんですよ。やばい人間。普通にね。うん。それが、まあでも、どういうことかって言ったら、服がいいから、仕方ないんですよね。はい。あとはもうね、言わず、もかな。さっきの T シャツをね、試着してたら、ソイチ君これも絶対好きやわ、出てリフが持ってきてくれて、まあ、履いたんですよ。じゃあなんかこう、さっきの T シャツと、こう、むちゃくちゃこう、相性が良かったというか、さっきのもオーバーサイズで、こっちもね、こんな俺太ってないからね。それだけで言わして、これめちゃくちゃ大きいスラックスで、ベルトでギュッて締めて履いてるんですけど、でもまあこれもだから、こう、ダボッ履いてるというか、なんかやっぱり今までこうオーバーサイズにオーバーサイズみたいな格好ってあんましてこなかったんですよ。でもそういう服着て、でしかもやっぱさっきのもシンプルだし、これもシンプルで、なんかなるべくやっぱりこうちょっと変わった格好をしたいなって思って生きてきたからこそ、それがもうめっちゃ新鮮で、これでも街に行ったら、まあなんていうんですか、よくいるスタイルの感じなんですけど、でも自分が来て自分にとってすごい新鮮やなって思わせてくれたことがすごい大きくて、だから自分でやったらこう、あ、これでかいかなで試着すらしない服なんですね。けど、そういちくん絶対履いてこれって履いて、新しい経験をさせてくれる店員さんっていうのは、すごい貴重というか、僕が大事にしたいというか、そういう方と、ずっと仲良くして、今まで洋服買ってきてます。例のごとく、部屋狭すぎて、履いてるとこちょっと見せれないんですけども、まあ、どっかのタイミングでこれも履いて、まあインスタなり動画なりでまた見せれたらいいかなと思ってます。冬も全然履けるというか、しかも大きいからこそめっちゃ寒い時とかにこう中にスウェットパンツ履いたりとか、そういうのもできるって、あのリクが言ってました。はい、僕も思ってたんですけどね、あ、これ冬とか中にスウェットパン履いて防寒できるなと思ってたんですけど、言ってたんで、僕も思ってましたけど、言ってました。そういうやり方もあるから、あの参考にしてもらって全然大丈夫なんで、はい、俺も思ってたから、それは。うん。4着目はこちらですね。こちらのあのドリズラージャケットになるんですけど、先月4日間東京に行ってたんですね。もう何度も行ってる場所なんで、
その観光スポットみたいな行きたい場所っていうのは、まあ、特にないんですね。でもこう、まあ、一緒におる友達に、なんかどっか行きたいとこあるって聞かれて、唯一行きたい古着屋さんがこれを買ったところなんですけど、でそこに行きたかったかって言ったら、こうめちゃくちゃ面白い店員さんがいるんですね。僕お店のインスタグラムでその人のインスタライブを見て衝撃を受けてしまって、でそれでこうバーって服見てたら、服もめっちゃかっこいいの着て、あとこのその店員さんにめっちゃ会いに行きたくて行ってきました。そのこの動画撮るにあたって、ちょっとお店の名前とかその店員さんの名前らしいか分かんないんで、まあ許可取れようって感じなんですけど、あの許可取らずとも多分言って大丈夫なんですけど、僕そういうの結構気にするタイプなんで、今回に関してはその名前らしいですかって連絡しないんでちょっと出さないんですけど、すごい楽しかったんですよ、そのお店にいる間ね。なんか最初に夏紹介できなかった服紹介しますって言ってましたけど、これはまだちょっと外でまだ着れてないです。ちょっと暑いんで、これから涼しくなってから着るように買いました。これ何がいいって、まあこう見た感じね、まあベージュのドリズラージャケット、まあかっこいいですけど、ありそうっちゃありそうじゃないですか。でもこれ実はちょっとハンドペイントというか、もう落書きというか、ちょっともういい意味でね、いい意味で落書きですよ。はい、その書くなよとかそういう意味ではなくて、いい意味で落書きね、落書きと言わせてください。ここにこうすごい顔があるんですよね。可愛いこの顔があって、これ見た瞬間え可愛いってなって、え可愛い、え可愛いってなったんですよ。おちょっと待てよ、そういちって。この顔だけで、そいつ満足してんのかって、思ってませんか？思ってませんか？後ろにも実はありまして、これもちょっと、ファッキューって書いてるんですよ。これこれファッキューってね。書いてるんですね。えぐない？こんなファッキューって言えないなと思って、このファッキューって書いてたらもう買うしかないですよね。うん、もうファッキューで、まさにファッキュー、こっちの大きいのもかっこいいんですけど、大きいのじゃなくてファッキューなんですよ。これはファッキューで買ってます。正直ちょっとこっちはダークハールみたいな、ダークハール書いてて、なんかちょっとほんまに何書いてんかマジ分からへんけど、うん、マジ分からへんけど、まあ、とりあえずこの、まあ、書いてる感じにファッキュー、でしかもこっちにこう顔かわいい顔にハッてなって、買いました。ちょっとじゃあこれだけ羽織っちゃいます。はい、来ました。こうちゃんとこう上まで締めてボタン止めたら、やっぱりちょっと顔も強調されますし、まあこうくぐっとけばね、後ろのファッキューも見えてました。見えてましたか。はい、見えてたと思うんですけど、後ろのファッキューも見える。で、やっぱりこう、ファッキュー見せたらあかんなって時あるじゃないですか。わかりませんけど、あるかどうか。ファッキュー見せたらあかんなっていう時は、もうこう外して、こうやってたら、はい。こうやって襟倒して、やってたら、グッとなんで、でもなんかこう髪長いから、髪、全然わかれへん。髪、結んだ方がいいですね、これ着るときは。髪長すぎてちょっと後ろのやつもあんま見えないんですけど、まあ着るときはくくったりして見せようかと思います。コーヒーブレイク。
で、次、最後、5つ目なんですけど、5つ目は、もう冒頭から被ってる、こちらのキャップになるんですけど、こちらね、はい。わからないザローカルって書いてますね。こちらのキャップはですね、僕の頭おかしい友達がやってるブランドなんですけど、まあ、侮辱っていう名前のブランドです。許可とか取ってないんですけど、もう勝手にここにインスタ貼りますね。はい。ここに侮辱の、インスタ貼っときます。はい。これ許可取ってないです。これは許可取らずとも勝手に載せます。はい。すいません。ほんまに頭おかしくて、これもわからないぞローカルって書いてるんですけど、これなんなんこれって言ったら、なるほどザワールドの逆やなって言ってました。おい、つって。マジか。面白いから買いました。で、なんかこの、白いとこがなんか光るみたいな言ってたけど、ちょっとわかんないですね。蓄光の糸使ってるみたいな言ってました。年に2回ぐらいポップアップやってるっぽいんで、気になった人は調べてください。なんか申し訳ないっすね、こんな適当に友達のブランド紹介しちゃって申し訳ないけど、まあもうそいつ本も何でもいいです。はい、気になった人も見てください。はい、今日はちょっと紹介できてなかった洋服をね、紹介しようということで、ものすごい丁寧に服紹介してくださってありがとうございますって思った人は、チャンネル登録、高評価、そしてコメントか。コメントが一番嬉しいんで、もしよかったらコメントの方ね、ダサいぞとか、別におしゃれちゃうのに行きんなよとか。Coffee break. 急にちょっと動画止めてしまったんですけど、何があったかっていうと、僕この YouTube をこう親に内緒でやってまして、もしかしたらもうバレてるかもしれないですけど、一応なんか言われたことないんで、あんた YouTube やってんのって言われたことないんで、一応まだ隠してて、それで撮ってたらちょうどこう帰ってきまして、母親が帰ってきたんですね。それでやばいってなって、こう動画止めてなんとか切り抜けたんですけど、別にバレたからって何もないんですけど、ちょっと恥ずかしくて言ってないだけなんですけど、もうほんまにこうそこまでおったんですよ。家の扉がそこなんですけど、ガチャッって言って、もう動画バッと止めて、そこの布団の下にこうガーン入れたんですよ。バーン隠して、お前なんかミッションインポッシブルみたいな、頭の中でテルテーって流れてましたね。テルテーって流れてたんですけども、止めてすぐ三脚ガーンってやって布団の下に入れて、一応撮ってるとこを見られたとかはしないです。これでもしもバレてたら思うんですけどね、 YouTube やってるって。もう2年近くやってますから、バレててもおかしくないんですよ。なんか撮ってるとこもし見られてたら、すげえなんかこうああってなったから、もうすぐ消して直したよっていう。はい、そうですね。あともうほんまにこう締めの挨拶だけやったんですけど説明しようかなと思って、あとねこれショルね、3000はちょっとでかいな。いつも見てくれてる人って分かると思いますけど、最後すごい長い締めの言葉みたいなのしてるじゃないですか。SNS やって、みたいな。もうちょっと名前分からんくて、みたいなやってるんですけど、
初めて見た人はちょっと分かんないかもしれないですけど、それやってて、それ僕まあ見ててすごい長いなと思って、すごい長いからやめようってなったんですよね。だからまあ、これを機に普通に言います、これから。はい、チャンネル登録、高評価、コメント、コメントが一番嬉しいから、コメントよろしくお願いします。俺あれやってんねんな、SNS って、こっからいつも始まるんですよ、長いやつ。ほんま1分半ぐらい、最後の最後で1分半ぐらい挨拶するの意味わからんでしょ。だからこっからもう今日からやめます。はい、僕はインスタグラムやってまして、下の概要欄の方にですね、インスタグラムの URL を貼ってますんで、そちらのパッとしまって、インスタグラムフォローしてくれたら嬉しいです。それ全部してくれたら歓喜、それだけ。じゃあ